こんにちは、あなたの理想不動産です。本日のルームツアーは、どこ？今回の物件、もともとは弊社のハゲが、訪問する予定だったんですが、急遽予定が入っちゃった。などと意味不明なことを、のたまい上がりまして、たまたま神奈川方面にいた私が、バスに詰め込まれての、今です。なので自分でも、状況がまだ飲み込めてません。資料によると、ここは神奈川県愛工郡愛川町、本厚木、海老名、上溝、淵野辺駅から、バスに乗って40から50分揺られると、来ることができます。いわゆる最寄り駅が存在しない、ガチめの田舎町なので、高速道路を使って、マイカーで来た方が楽かもしれません。圏央道を使えば、都心から1時間で来れるそうです。そして、この街の魅力は、なんといっても大自然を満喫できる、スポットに溢れていること。子供と一緒に、ハイキングやアスレチックを楽しめる、蓮毛山憩いの森、馬、牛、羊、ヤギなどが放牧されている、神奈川県最大級の放牧農場、服部牧場。自然好きな方にとっては、まさにパラダイス。資料によると今回は、0円でもらえちゃう一軒家とのこと。はいはい。0円の一軒家ね。なかなか面白いジョークですよ。ジョークやないよ。え？マジで？敷金礼金0円とか、そういう意味ではなく、0円で一軒家が、丸ごともらえちゃうんですか？あれ？私、ひょっとして、ローンや家賃の存在しない世界に、異世界転生してません。東京から一歩外に出るだけで、こんな世界が待っていたとは、恐るべし日本。実は今回、声優コミュニティさんの、ご協力のもと、物件を撮影させていただきました。こちらの会社さん、数多くの0円物件や、土地をネットで紹介しており、これらをボランティアで、行っているとのことなんです。でもそもそもなぜ、0円で土地や建物がもらえるの？と思いますよね。それは、日本の人口が減ってきていて、使われない空き家が、どんどん増えているからなんです。都会はまだそれほど、深刻ではないですが、今回訪れたような田舎などは、若者離れが加速していて、住む人がどんどん減っている状況なんです。また不動産は、所有しているだけで、維持費や税金などがかかってきますので、うまく活用してくれる人がいれば、0円でも譲りたいという、オーナーさんが、たくさんいらっしゃるんです。空き家問題が、囁かれる中、オーナーさんにとっては、新たな活用方法を、見出してくれる、人を繋いでくれることは、とてもありがたいですよね。もちろん諸々の手続きや、その後のリフォームにかかる、費用は譲り受けた方の、負担となりますので、ご注意ください。ひたすら坂道を登り続けると、見えてきました。あの家が0円でもらえちゃう一軒家です。比較的大きな道路に面してるので、マイカーがあると便利そうですね。確かに建物自体は、かなり年季が入ってるように思えますが、かなり広そうな一軒家ですよ。本当にこれ、0円でもらっちゃっていいんでしょうか。中身が気になるので、早速玄関の扉を開けてみましょう。あなたの理想不動産。正面玄関が開いてなかったので、裏口から侵入しました。わしゃスパイか。それにしてもこの光景、パッと見ただけでわかる、荒れ果て具合。前の住人の方の私物が、そのまま放置されているようです。途中から見た方は、チャンネルの方向性変わったんじゃないかと、勘違いするんじゃないでしょうか。気分は物件探訪というより、バイオハザード気分。です。ここが今、というか、かつて今として使われていた空間ですね。畳の敷き詰められた和空間に、
昔ながらの家具が配置されています。お、ブラウン管テレビがあります。今の時代、これ見たことない方も多いんじゃないでしょうか。昔のテレビって、奥行きがあって結構場所取ったんですよ。ちなみにこのボタンを押して、チャンネルを選びます。で、テレビの上に、当然のように置かれてる、人形が怖いの。こちらは自分のコレクションを飾る、ケースだったんでしょうか。また、部屋の隅には、私も見たことのないタイプの、電話機も、あのボックスの上についてるランプは、どんな時に点灯するんでしょう。もはやこれが固定電話なのか、携帯電話なのかも見当がつきません。ちなみに今は、奥の方まで続いていて、かなり広いです。そしてまた謎の人形図の台になっていたのは、年季の入ったタンス。床板の上には、たくさんの壺にこけしに、再びの謎人形。前の住人さん、めっちゃ人形好きじゃん。怖いじゃん。今を抜けた先、廊下の突き当たりには、トイレがありました。ところどころ、壁紙が剥がれていますね。ここから今を挟んで、窓側の廊下に行ってみましょう。こちらも散らかっていて、通行困難な様子。廊下の左手には、先ほど開かなかった正面玄関がありました。これどういう状況？何がどうなって、この状況に陥ったのか、皆目見当がつきません。気分転換に窓の外を見てみましょう。窓から見える庭は、こんなに整っているのに、一歩家に入るとこのカオスぶり。まるでカオスとコスモスの対立が、この家で繰り広げられているみたいです。今を抜けて、今度はダイニングというより、食堂といった方が、しっくりくるお部屋に。それにしてもなぜ、食卓の上にのれんのようなものが、吊るされてるんだ。奥には台所も見えますね。パッと見ただけでも、かなりワイドな台所であることが、わかります。これはさぞかし、使いやすかったんじゃないでしょうか。食器棚や冷蔵庫も、当時のまま置かれています。荒れ果てた食堂を抜けると、突如として現れた、鉄錆の匂いのする、スチームパンクな世界観。バイオハザードの世界からいきなり、バイオショックの世界にぶち込まれたような、感覚がして、頭の中がバグりそうになりますが、どうやらこの家、町工場を併設していたようなんです。ここは、外観で言うと、右側にあった大きな屋根のある、建物に相当します。本当は町工場部分をもっと詳しく、チェックしたかったのですが、老朽化が激しく、床の一部分がすでに崩壊していたので、退散することにしました。最後に、埃にまみれた階段を登って、2階部分に行ってみようと思います。2階は丸ごと寝室でした。部屋の真ん中に、どでかいベッドが置けるぐらい、広い部屋です。クローゼットや押し入れも完備。ここはちょっとした、書斎だったんでしょうか。きっとタバコを吸いながら、本を読むのが趣味だったんでしょうね。部屋全体を見回すとこんな感じ。今は窓にカーテンがかかっていますが、カーテンをすべて開けたら、かなり日当たりの良い、部屋になりそうですね。階段は段差が急なので、降りるときは必ず手すりを使いましょう。こちらで今回のルームツアーは終了です。相川町の、0円でもらえちゃう一軒家、この部屋を見学してみては、いかがでしょうか？今回の物件概要はこちら。撤去作業はかなり、骨が折れると思いますが、それが済んだら、このめちゃくちゃ広い一軒家を、自由に使い放題です。自然に囲まれた街で、のんびり暮らしたいという方、いつか一軒家を持つのが、夢だったという方、ご連絡お待ちしております。
これからも、0円でもらえちゃう一軒家を、次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄から、あなたの理想不動産公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。